GR。 この車の説明をお願いします。あ、車説明。これね、はい、GR コペンっつって、はい、トヨタとダイハツがコラボした、はい、あのコペン、はい、すごい走りも走回りとかもすごく良くて、はい、走り好きな人はすごくいい。でオープンになるんで、あの晴れた日なんかはオープンできますね、うん、サーキットも全然行けるし。これでサーキット走るんですか？いや、サーキットはこれであんま行かないけど、あの普段乗りはもうこれで、うん、まあ行けることもできます。サーキットもできますからね。うん、そしてマグネ？これ、これもアメリカで撮った時の。すごい。そう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 。で最近このコペンの前もこれ乗ってたんですよ、俺。アルピン。あ、それ乗ってた。これ乗ってました。これ1年ぐらいの。これ良かった。軽くて。これどういう車なんですか？どういったミドシップで、エンジンは真ん中積んでミドシップで、後輪駆動で、はい、車重は1110キロっていう。軽い。うん、軽い。あ、で、何馬力？でね、これは252なんで、俺乗ったのは S っていうので、292馬力。はい、結構0100、4.4秒、0100、4.4秒だから結構早かった。あ、これですね。これ乗ってましたね。すごいな。うん、まあ、これも売っちゃったけど。これテレビ何インチですか？65です。わー。こっちもあれ、新築建てたんでしょう？うん、でも8年経つ、ね、子供3人とゴールデンいるから、もうめちゃめちゃだよ。壁とか天井に穴が開いてる。え、なんで？天井は息子が結構暴れ者だもんね、蹴飛ばしたり、怒ってぶったたいたりしてる。わかんない。わかんない。わかんない。え、奥さんのこだわりはないの？何もないですよ。え、島田君が全部決めた。本当に使ったっつって、ちょっと俺ね、またね、火がちょっと車がまた。え、あ、なんかまたなんか車。ここ何坪？相性が。え、土地何坪？土地だからあんまない、57坪。ただ、過度地適用で、憲兵率が多くできる。あ、そうなんだ。これだから、縦坪62坪。あ、本当？土地57坪じゃ62坪。62坪もいいしてる。すごいです。うん、いっぱいにしてる。ほうじ茶ですね。ね。ああ、いいですね。成功してるぞっていうのをちょっと見せておきたいなと思って。ああ、もうすごいです。そう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 。だってボディビル頑張ってさ、ね、もう、また苦労 してるなって思いたくない、ね、うん。うちの家内です、下田真紀子って言います。はい、ね。